本州最大級の湿地、栃木県小山市の渡良瀬遊水地。その堤防にはカメラを構えた人たちがずらり。というのもすごいですね。すごいね、うん、嬉しいね。ここ選んでくれたんでね。すごいすごい、うん、できればね、その近く、もうちょっと近くでやればねよかったですけど ね、 堤防から400メートル先に幸せを運ぶ鳥、コウノトリが。これまでもたびたび飛来してきたといいますが、なんと2羽のひな鳥が誕生したといいます。乗せます。高性能の望遠レンズを使って巣の様子を撮影してみました。2羽いますね。頭を出してます。あ、何か食べてるかな。ヒナ2羽の誕生は今月確認され、コウノトリの自然繁殖は東日本では初めてだといいます。ちなみにコウノトリは足輪や GPS で個体識別されていて、親鳥は4歳のオスヒカルと2歳のメスウタと判明しました。初の快挙ということで、こちらがあのコウノトリのヒカルくんとウタちゃんがそれぞれ小山市に定住してくれたということを記念して発行しました特別住民票です。小山市に定住したとされるメスのウタ。ステイホームが叫ばれる中、500キロ以上離れた徳島県鳴門市からはるばるやってきたのです。その鳴門に歌を誕生からずっと可愛がっていたという人がいました。徳島県鳴門市にやってきました。今も巣塔の上にはコウノトリが3羽いますね。現在少なくとも10羽のコウノトリが滞在しているという鳴門市。初めて巣を作ったのは5年前、鳴門でコウノトリフィーバーが起きました。まあ、これより可愛らしいんじゃん。何もない場所なのにね、言い方があって通りがね。沖野智美さん、コウノトリの美しさにすっかり魅せられた一人です。コウノトリ中心の生活になってます。仕事が終わった後にもこう観察に来る状態ですね。お休みの日なんかはもうほぼ朝から。これまで撮影した写真や動画は40万点以上。もちろん栃木でママになった歌の写真もありました。こっちが歌で、こっちがママ。足はここについてるんですけど。一見素人目には判別がつきませんが、足輪の色の組み合わせでどの鳥かがわかるといいます。しかし歌に限っては足輪を見るまでもなく識別できるといいます。他の子と比べたらやっぱり綺麗でしかなかった。黒と白のコントラストも綺麗にはっきり出とるし、スラッとしとって、この足輪見なくても歌っていうのが分かるぐらいの綺麗さだって。その歌は一昨年巣立ちから一月ほどで県外に旅立ちます。その後香川、山口、和歌山など縦横無尽に飛び回っていました。実は関東にも足を運び、パパになったヒカルと出会っていましたが、去年11月、ウタは突然鳴門に里帰り。ここでとあるオス鳥に急接近します。いいカメラ撮ってもうくっついてずっと2羽で行動しとる感じだって。2羽は仲睦まじい様子も見せていましたが、いざ迫られるとウタはなぜか及び腰に。この子とつがいになるもんかなと思っとったら、栃木行った時にもう光くんとくっついてしまった。恋を聞かれる。そうですね、まあ、モテるんかなと。結局1月末にふるさと鳴門を再び去り、また光のもとへ。いろいろありましたが、つがいになりママになったわけです。
現在の様子を沖野さんに見てもらいました。あ、結構大きな大きいなと。しばらくして光が巣に戻ってきました。今度はウタが餌を取りに飛んでいきました。どっちか一羽がおって、一人が一羽が帰ってきたら交代で餌取りに行って。巣の上ではヒカルが一人で子守をしています。関東の梅雨入りが発表されたこの日、天候は瞬く間に荒れ、強い雨風が吹き荒れました。大雨の中、ヒカルはヒナを守るためじっと耐えますが、ウタはまだ戻ってきません。下草くわえてきた。1時間以上が経ち、ようやくウタが巣に戻ってきました。悪天候の中でもやっぱりちゃんと母親してるんだなと、若いなりに頑張って。ただ100点満点とは言えないようで、どっちか言うと光くんの方が守りが大きいんかなと思って、ひなに対するまだおぶつかん感じかな。やっぱその時に新米やけん、これからかな少し不安もありますが、沖野さんはママになった歌との再会に期待を寄せています。ナルトの子が初だって産んだ子だったんで、でまして2歳で産んで孵化させとったんで、ね、今度もし可能だったら子供連れて帰ってきてほしいかな。育ちした後に一緒に